ドリメタイハクオウムはオウム科の鳥である。体色は主に白色で、土砂は可動、黒いくちばしで、目の周りには羽毛がなく薄青色の縁があり、種名の由来となっている。すべてのオウムや多くのインコと同様に、ドリメタイハクオウムも一本の足で木に泊まりながら、もう一本の足の指を用いて、物を掴んで、口に運ぶことができる。ドイツのウォルスロードバードパークで飼育されている。 ルリメタイハ白オウムルリメタイハ白オウムは体長約50センチメートルと大きい。体色は白色で黄色や白色のトサカが立っている。くちばしは黒、足は灰色、目の周りは薄青色である。両性ともよく似ているが、濃い茶色の交際を持つオスや赤茶色の交際を持つメスもいる。しかしこの際は小さく、雌有を区別する信頼性のある根拠にはならない。 小バタンやキバタンと混同されやすいが、トサカがより丸くて全部がより白いのと、目の周りが薄青色であるのが特徴である。ドリメタイハ白オウムは、パプアニューギニアのニューブリテン島と、ソロモン諸島の定地や丘の森に住む固有種であり、ビスマルク諸島では唯一のオウムである。以前は、国際自然保護連合によって、軽度懸念とされてきたが、近年は、 個体数が減少し、2008年に絶滅危惧痛類に改められた。ありがとうございます。